梅蘇テ玄魚明治13年2月7日は、江戸時代から明治時代にかけての浮世絵師。聖は宮城、俗称は木三郎。梅蘇テー、玄魚、聖剣、風園、加藤市、水仙氏、小居居、大地道、旅政、風網と合している。父の宮城佐田は、号を、祭玄魚と言い,い、本国町四丁目の大教授で、岸本譲に国学を学んでいた。 この記載原料の長男。15歳から20歳までを浅草諏訪町で諸賀骨董賞をする金子吉兵衛方で過ごし、後に筆行を制御とした。もともと死はなく、独学によって絵を習得、浮世絵師伝によると、高科年間から作画を始めたとされ、安政の頃から主に交換、シリーズものの錦絵の袋絵や木録図用、戦車札、すり物の図案などに、 独自の吉地を帯びた衣装の才能を発揮しており、未来の名手と称せられた。なお、安政2年の大地震の際には、生杖を考案して、好評を得たと言われ、慶応頃まで活躍している。神奈川記文ら三大話の愛好家の集まり水教練の一員であったほか、芝居を好み、團十郎郎屋と義合して62連の漢字を務めた。62連は、 芝居小屋の土間六蕎麦目の荷を定位置に感激する、未合者の集まりで、原魚のほか、高須公園や富田伊佐子園が中心となって激評し、1878年には俳優評判期を観光した。62年の人々は、江戸時代の通人を、明治の世に生き延びさせたような人たちと言われた。浅草来る船町の自宅が火災で焼け、両国吉川町に仮住まいをしていたが、 1880年に病気で死去、天皇寺に眠る。死後、ロブ文は雑誌に追悼文、梅素商店を発表した。原魚は、着付役、宝丹の販売元として知られる、森田治平とも親しかった。原魚の子に、梅素薫がいる。宮城喜三郎を襲名した子が、明治11年に、梅素邸宮城商店を、浅草組吉町に開店、化粧品の、 名だいあらいこを売り物とした。このあらいこは、楽屋使い名だいあらいことして、明治期には知らぬもののない人気商品となり、大正期には昔ながらの豆こを原料とする唯一の商品として、あらいこの代名詞とも言われた。店先には、原料の看板を掲げていた。その後、家業を廃業し、時代の宮城喜三郎は、東京高等工業学校電気科を卒業し、芝浦製作所に勤務。 田園調布に暮らしテニスを趣味とし、その長女、宮城玲子、長男、宮城氏は著名なテニスプレイヤーとなった。野崎佐文、造歩私の見た、明治文壇一平凡者、2007年、136p。ABCDE62 連、俳優評判期の一新しい劇評売大群の中で、池山明、日本文学研究。 四十から四十九、二千四から零2大東文化大学エビーバイソ原料、浮世エビコ校、梅本兼太郎編、p 百二十二六十二連言葉クエビー、高校1 0は、飲み金の助、書房処九百七十二年、p 二百二十七から二百二十八東京官業博覧会しか出品物の審査結果、第二報歯磨き及び歯ブラシについて、大橋正隆。 他、日本史開史学会開始1992年12月25日、倍蘇定東京新繁上記、金子左平編荒井以子、東京商品。第1週高須放水編、宮城喜三郎、大衆人事録。第12版東京編帝国秘密探偵者、1938年、P657。ありがとうございます。